クラリスがそのカリオストロ伯爵と対決するときにです、ね、クラリスの顎をガッとカリオストロ伯爵が持ってさすが血は争えんなもう男を操ることを覚えたかっていうふうに言うんですねでもあの辺僕らはいやいやそれはカリオストロ伯爵の,字あの読みすぎだろうとクラリスはそんな子じゃないよっていうふうに思ってるんですけどもでもひょっとしたらそこで否定しないクラリスを含めてこれ何回目にあったことかっていうふうについつい考えちゃうんですねクラリスが一番最初に、 あの自動車を盗んでストレイを盗んでガーッと走ってくるあのたくましさと中盤で泣いてるだけのクラリスとついつまが合わないんですよつまりクラリスはルパンが来たから弱い女の子になってルパンが来る前は強い女の子なんですね <laughs> でルパンが去る時にあのなんだろうな泥棒をやめて一緒に暮らしましょうじゃなくて一緒に行って私も泥棒しますっていうような割とねその意味では したたかな女でもあるんですよ。そういうふうな部分もある。だからそうであるとは断言しないんですけれども、なんだろうな、そのなんだろうな、なんだろうな。だからさ、なだろうな、なんだろうな、なんだろうな。で、なんだろうな。ではね、またバイバイ。